Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation.この世界トップレベルのリーグに関してはもはや説明不要でしょう。強豪ひしめくスペイン、どのクラブが勝ち抜くのか、世界が注目する開幕戦です。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間は名古屋グランパス対アラバ、こちらの一戦をお届けいたします。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。スペインだけでなく世界中のファンがこの時を待っていました。いよいよスペインリーグの開幕です。北澤さんも待っておられたと思うんですけれども、見どころを教えていただけますか。個人的にもスペインサッカーは好きなんですけど、個人技と戦術の融合という部分はやっぱり見てて楽しいですよね、はい、どこのクラブが抜け出してくるのか楽しみですよね。そうですよね。今ファーストハーフキックオフになりました。スペインリーグ名古屋グランパス対アラバ、この序盤はやはり大事になってきますよね、はい、様子を見るのか積極的に仕掛けるのか、お互いどんなプランを考えているのか注目したいですよね。なるほど、どういった立ち上がりになるんでしょうか。狙えるか、シュート、キーパーこれよく止めましたね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。このピンチでしたがナイスセーブ。立ち上がりのコーナーはね、チャンスですからね。ホセル、アラバ、これはスローイン。ルジュヌ、ラグアルディア、大きく前線へ。このボールはつながりません。エスカランテ、主審流します。打っていった。いや、展開早くなってきましたね。おっと、ボールがこぼれる。これは合いません。レオシルバ、ここは間合いを取る。スルーパスを出すと呼んでいた。奪い返します。裏を狙っていきます。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。来た、これはいい守備です。ルイス・リオハ、ここは対応します。森下、対応します。セント狙うと、この距離から狙う。ルーベン・ドゥアルテ、名古屋はここまでは出だしよく戦えているという印象です。
藤井。自分で行くのか。さあ繋がるか。シュート、パチェコ。ルーベン・ドゥアルテ。この位置でボールを受けます。ルイス・リオハ。名古屋カウンターを仕掛けます。裏のスペースを狙う。さあ抜けた、ここで受ける。さあ来た、シュート。うわ、ルジュン危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。名古屋ボール。クロス低い。エレポンス。スペースを狙う。いけるか。ここからカウンター早いでしょ。これは来た。行くのか。来た、ボックス内、コース空いた、来た、シュート。いやー、先制フランバース。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透しますよね。ナンバー4。さあ名古屋先制1対0です。ゴールした後すぐの時間帯は浮き足立ってしまう時間帯でもありますからね、はい、先制シュート。うわ、まだる。ボールを奪ってしっかりフィニッシュまで持ち込んでいきました。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね。攻撃を生むための守備っていうのができてますよね。自分で行く。パスをチェックを受けますが動じません。デフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。結果前半1対0。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。名古屋としては攻守の切り替えが早かったですよね。チームのまとまりを感じた前半でしたよ。スペインリーグ、名古屋グランパス対アラバ。名古屋が1点を先制して折り返します。さあ後半スタート。名古屋としてはスコアを見るとリードはしてますけどもね、まだどうなるかわからないですよね。後半の立ち上がりは特に気をつけて主導権を取りたいですよね、はい、このパスを防ぎます。スペースへ、金崎に渡る。ボールのここのパス、シュート。いやー、これは惜しい。ファインセーブを見せました。名古屋はコーナーキック2本目。おー、勝負ですね。仕掛けるか。押し込んでくる。来た、追加点、フランバース。追加点が決まりました。これで差は2点。キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。これはキーパーのファンブルを狙ってましたよね。
ポジショニングも良かったですし、セカンドボールを押し込んでいいゴールでしたよね。さあ名古屋、得点を重ね2対0という展開。名古屋としては大きな1点になりましたよね、はい、2-0 になったことでゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じていると思いますけどね。なるほど、名古屋カウンターを仕掛けていきます。さあここから持っていく、抜けてくる、積極的に切り込んでいったんですが惜しくも外しています。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコースを見つけてましたよね。名古屋は3本目のコーナーキック、セカンドヒルシュート、いやよくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども、気迫を感じましたね。ここはすぐ奪い返します。ボールを奪いに行きます。これはファールです。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。スルーパスを狙う、これはどうだ、ここかわす、スルーパス、こぼれます。残せるか、いや頼もしいですよね。これ止めちゃうわけですからね、まさに守護神ですよね。ここは繋がりません。レオシルバ、金崎、これは積極的なチェック。名古屋ここでファールをもらいます。いやかなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。レフリーの注意が入ります。フリーキックのチャンス、ここで突き放すことができるのか。直接シュートはバーの上にそれました。これは奪い返します。相馬、さあ一気にカウンター、裏を狙っていきます。来たか、さあ打てるか、シュート、追加点、ナンバース、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんですね。見事な展開でしたね。さあ
名古屋、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。阿部から浮き球のパース、ナバール、これは届くか、フリーで受けた、中への折り返し、エスカランテ、うまいですね。さあホセル、クリア、このピンチをなんとか出します。サブスタチューション、アラバがここで選手を変えるようです。頭だ、狙いしましたんですがヘディング決まりません。ナバール、吉田、いい守備で奪う、ここでファウルがありました。名古屋は残り時間、戦い方としてはどのような手段でいけばいいんでしょうか。もう時間を稼ぐ形でいいと思いますけどね、いい手守って相手に隙があったらそこを突くぐらいでいいんじゃないでしょうかね。裏へのスルーパス、金崎抜いた、期待1対1、シュート、いや追加点、フランバース、今日は止まりません。この決定機しっかり決めてきました。そうですね、相手のディフェンスを見事に崩した感じですよね。やっぱり少しでもスープコースが空くとしっかり決めてきますよね。こういう一瞬の隙を見逃さない正確なフィニッシュというのも素晴らしかったですよね。金崎、今日2点目のゴールです。さあ名古屋、このゲームの主導権を完全に抑えています。スルーパスを出す、さあフリーだ、シュート、決めた、さらにさらに点差を離していきます。見事なラストパスからのこのゴール、そうですね、こういうチャンスシーンは試合で何回も作れるものではないですけどね、見事な流れでしたね。お互いのゴールへの意識が生んだ点ですね。さあ名古屋、現在圧倒的な強さを見せています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。There will be 5 minutes added time. チャンス来た、中折り返した、止めた、これはよく止めました。ヘッドだ、シュートを打ち上げてしまいました。厳しいディフェンス、シュート、
ここで笛です。5対0、名古屋勝ちました。大差での勝利です。金崎見事な活躍でマンオブザマッチに選ばれています。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。名古屋としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。そうですね。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。スペインリーグ、名古屋が大勝を収めました。